full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight.皆さん、こんにちは。いよいよハワイ島観光の始まりです。ハワイ島は4年ぶりではありますが、もう20回以上来ている本当に大好きな島です。すっごく楽しみ。さて、今回旅のテーマがあります。円安に負けるな、ケチケチしてもハワイ島の魅力を堪能するぞ、ということで、うまく節約しながら楽しんでいきたいと思います。さて、私たちは今滞在しているワイコラーから木島に移動しています。目的地はワイピオ渓谷ですが、途中寄り道しながら進んでいきましょう。車はクイーン川浜のハイウェイを北上、カワイハエで右に曲がり、ワイメア方面に向かいます。ワイコロア地区から車で30分、ワイメアタウンに到着しました。今回の目的は週に1回開かれるファーマーズマーケットです。ワイメアタウンマーケットでは農産物、食品、その他お土産物などを売る店舗が50軒以上も軒を連ねているとのこと。7時半からのオープンなので、ちょうどオープンしたばかり、まだ準備中のお店が多いです。さて、このワイメア、ウィキペディアによると、南のマウナケアと北の小原山地に挟まれた海抜850メートルの地域にあり、風が強いところで冬は厚着が必要であるとあります。そうです、めっちゃ寒いんです。薄手のダウンを羽織りました。地元の皆さんも結構厚着です。こちらではこのように食べ物のショップも結構多くて、朝ごはんを調達する方も多くいるようです。このパン屋さんが人気のようです。ちょっと気になります。どうする、買うとちょっと迷いましたが、もうちょっとマーケットの物色を続けます。蜂蜜も紅茶もコーヒーも、どれも産地のものなのでとっても貴重。何にしようか迷ってしまいます。こんな風にアート的なものも売っています。私たちはこの一番人気のベーカリーにやってきました。美味しそう。ちょっとお高めだけど、どれにしようか迷います。はい、this one almond, this one, one. Okay. and apple. One almond, one apple. Anything else? That's all. Okay.アーモンドデニッシュ6ドル、アップルターンオーバー4ドルを注文しました。合計10ドル。日本円でなんと1500円ほどになります。$10. Thank you. それでは移動です。ワイメアは小雨が降っていて寒かったですが、しばらくすると青空が見えてきました。先ほど買ったブレッドはお土産にして、これから朝食を食べに行きます。向かうのはモノカー、車で約20分ほどです。そうこう行っているうちに到着しました。
ここに再び来れるのを4年間ずっとずっと待ち望んでいました。テックスドライブインです。ここで絶品のマラサダをいただきます。ほら、ワールドユニマスマラサダって書いてありましたよね。柱に書いてあるエコモアイがハワイ語でいらっしゃいという意味です。それでは早速店内へ。私たちはいつもここでマラサダしか食べないのですが、プレートランチやハンバーガーなど食事メニューもあります。無事注文完了。ご覧のように恐ろしい種類のメニューを揃えています。マラサダにもいろんな味のフィリングができますが、私たちは中に何も入っていないプレーンが一番好きです。それではテラス席でいただきたいと思います。プレーンマラサダ1つ1ドル75、ホットコーヒーは3ドル20セント、合計で税込み約7ドル1000円です。早速いただいていきましょう。こちらのマラサダ、ご覧のようにふわふわなんです。周りのシュガーが程よい甘さで最高。結構大きいのですが、ペロリと食べられちゃいます。こちらではマラサダを作っている様子を見ることができるのですが、今日は時間が早すぎてまだ作っていませんでした。マラサダが上がる様子は結構圧巻なので見たかったな。残念。夫が小鳥にマラサダのお裾分けをしていました。さて、テックスドライブインから車で15分ほど走ると絶景を望めるので行ってみましょう。専用の駐車場があるのですが、工事中のため手前に止めて歩いていきます。やってきたのはこちら、ワイピオ渓谷です。こちらから展望台にアクセスできるので行ってみましょう。ワイピオとはハワイ語で曲がった水という意味です。またこの渓谷は王家の谷とも呼ばれ、崖にある洞窟には古代の王たちが埋葬されている神聖な場所です。ではご覧ください。断崖絶壁の高低差は高いところで600メートル、荘厳な雰囲気です。下へは個人では降りることができず、許可を受けたツアーなので行くことができます。この展望台からは角度的に見えないヒイラベというとても美しい滝を見ることもできます。今日は下に行くツアーは特に予約していないのでここまで。それではすぐ近くにあるノスタルジックタウンに行きましょう。やってきたのはホノカワです。どこか懐かしい、心休まる街並みですね。この顔を日本人に一躍有名にしたのは、2009年に公開された
のカウボーイです。実は私、岡田将生さんがこのほの川で撮影しているところに遭遇したんですが、当時まだ岡田将生さんを知らなかったので、撮影してるなって感じで見ていました。もったいないことをしました。その映画のメインの舞台がこちらのほの川ピープルズシアター。この町のシンボル的な建物で、サトウキビ産業が盛んだった時代に日系人の方により建てられました。他にも印象的な建物が一体、目的がなくただ歩くだけでもとても素敵な街です。それではほの川から南下していきましょう。次に向かうのはホノム。ホノ川から車で約40分ほどです。ハワイ島の東側は雨が多い気候なので、ご覧のように緑がうっそうとしています。乾燥した西側の気候と全く違う表情を見せてくれます。そして到着したのはこちら、アカカフォールズ州立公園です。熱帯植物が生い茂る遊歩道を15分ほど歩き、最後にアカカタキを見れるという素敵な州立公園。この公園、昔は入場料も駐車場代も無料でしたが、現在は駐車料$10、入場料は1人$5かかります。全部で20ドル3000円。ケチケチ旅の私たちはちょっと今回は諦めました。支払いは QR コードで行うようです。門番の方がめっちゃ見張っていました。ちなみにこちらは以前訪れた時のもの。落差134メートルの滝はハワイ島最大の大きさということで、迫力ある素晴らしい滝です。滝を諦めて車で5分ほど。次にやってきたのはホノムゴートデアリです。かわいいヤギの赤ちゃんと触れ合って癒されるゴートセラピーを体験できるところ。こちらにショップがあって、ヤギのミルクを使った食品や小ヤギさんにあげるおやつなどを買うことができます。ヤギさんとの触れ合いは無料です。見てください、ヤギの赤ちゃんめっちゃ可愛いです。裏庭に回るとゴートセラピーを卒業した大きく育ったヤギたちがいっぱいいます。この子たちはゴートセラピーのデビュー待ちなのか、めちゃめちゃちっちゃかったです。人懐っこくて可愛い。本当に癒せれます。ホノムゴートデアリからさらに5分ほど戻るとホノムの町に着きます。かつてはサトウキビ産業で栄えた町ですが、今はこじんまりとしたかわいい田舎町です。商店街は先ほどのほの川の4分の1程度。栄えていた当時の建造物が現在も商店として活用され、
現在もカフェやベーカリーとして営業しています。さて時刻は12時に迫ろうとするところ、ここで完治を済ませようと思います。私たちが選んだのはこちら、ビッグアイランドミリアボス、メキシカンのお店です。早速注文したいと思います。こういうお店、お店の人が待っている前でメニューを頑張って決めなくちゃいけないので結構テンパります。早く決めなきゃと焦った私たちは、一番上にある王道のタコスプレート$18、それからドリンクにダイエットコーク$2をチョイス、合計$20、日本円で約3000円です。さてこのタコスですが、ケサビリアタコスというスタイル、チーズとビーフのタコスをスープにつけながら食べる新感覚のタコスです。アメリカ西海岸で爆発的人気のメキシコ料理で、オアフ島でも今人気のメキシカン、まさかホノルルという田舎町で人気グルメに出会えるとはラッキーです。プレートにはメキシカンライスとビーツのフムスもついていました。結構ボリュームもあり味も濃かったので、一つをシェアして十分お腹いっぱいになりました。さてお腹も満たされたところで、時刻はまだ13時、まだまだ時間があるので、これからハワイ島最大の町ヒロに向かいたいと思います。ですが今回の動画は一旦ここまで、ヒロの様子は次回です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。